皆さんこんにちは、夏もち TV の夏也です。今日は三茶に来ております。いやー、三茶懐かしいな。それこそね、好きな古着屋がたくさんあったからよく来てたんですけど、3年ぶりぐらいに久しぶりに来ました。やっぱいい街だ。ということで、ゴーイングノーウェア第2弾、今日もね、古着屋を巡る企画をやっていきたいと思うんですけど、あたろさん、今日はどんな古着屋に連れてってくれるんでしょうか。おはようございます。おはよう。いや、今日は朝早いね。ちょっと待って、隣に誰かいるんだけど。え、マジで。うん。あの、下の名前だけ言ってやって。達也です。え、達也まあ、達ぼっち。まさかの達ぼっちの現場に同じ達也を連れてきてしまいました。運命じゃんちょっとこれには訳があって、うん、今日行くお店が、うん、暴れる店員さんとか、うん、モデルとか、あとはおよく大好きな20代の男の子、女の子たちがよく来るお店がすぐ近くにあるんで連れて来ようと思ったんですけど、はいはいはい、うちの後輩の達也がこのお店と仲が良かったんで連れてきました。え、結構いい感じな古着屋。いい感じです。そうなんだ、ありがとう。ということで、じゃあ早速行ってみたいと思います。達也連れてって。行きましょう。おう。はい、ということでお店の前に到着しました。本日のお店はアジテーションフリーさん。イエス。かっけえな。アジテーションフリーです。なんかコンクリート打ちっぱなしの感じで、結構俺に似合う感じの古着屋だな、うん、早速思っちゃった。じゃあ早速お邪魔してみようか。おう、レッツゴー。行こう。お邪魔します。はじめまして。はじめまして。ゾウチビの達也と申します。名前伺ってもよろしいですか。アジテーションフリーの店長の藤田です。藤田さん、お願いします。スタッフの安藤です。お願いします。達也が緊張してんじゃん。俺がなんか。なんであなた緊張すんの。ね、なんでだって。ちょっと頑張るね。頑張って。なんかちょっと緊張しちゃってて、ちょっとラフにお名前呼びたいんで、なんて呼んだら。さあ、ゆうとで。ゆうとさん。はい。みほつんさんで。みほつんさんで、はい。なんで知ってるんだ、その呼び方。ゆうさん、はい、アジテーションフリーさんってどういった古着を扱ってるお店なんでしょうか。コンセプトだったりシーズンテーマみたいなのは設けてないんですけど、古いものだからかっこいいとかそういうのは考えてなくて、今の時代感に合ったデザインのものをセレクトして仕入れてきているっていう感じです。僕、よく3年前ぐらいに、はい、三茶よく古着屋巡りしたんですけど、はい、その時このお店なかった気がして。あ、そうっすね、うちがオープンしてから今ちょうど1年半ぐらいで、もともとうちのお店が中目黒の方に店舗があって、そっちが今7年目か8年目かな。たっつんよくここに通ってるってこと。そうですね。もう緊張してない緊張してる時間ぐらいじゃないですか。たまにぐらいで週2ぐらいで来てる。結構来てるな早速見ても大丈夫ですか。もちろん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何から見ていこうかな。こっちがレディースになっててざっくりですけど、で、うん、こっちの方がメンズっていう感じで、自然と俺こっちに行きたくなってたんですよ。そういうことです。こっちに呼ばれてた。呼ばれてた。メンズに呼ばれてた。このラックの並びの色合いがすごい好きなんだよね、俺。わかる、あたろ、わかるっしょ、この、うん、いい感じの青とかあるじゃん。ある。ちょっとね、俺も早速いい感じのものを見つけてしまったんだよ。見つけちゃった。いや、これアークテリクス見つけたね、俺たち。ちょ、アークテリクスすげえ好きで、うん、なんかサーマルみたいなアークテリクスの中でもかなり薄い生地を使って、なんか原稿ではあんまり見ないような。原稿なんですよ。原稿なんですかねちょっと今のカットまあシーズンは前ですけど、今の年代でもあるモデル。これちょっと早速着てみてもいいですか。もちろんです。いや、
やべ、いいぞあーもうあーかっこいい、そうだよねっていう、俺じゃんもうシンプルに春に着たいよね、こういうの。なんかアークティックスってブランドがイメージしてるサイズ感ってもっとジャストで着てほしいみたいなイメージでブランド側からのが提案されてると思うんですけど、はい、それを2サイズ、3サイズぐらい上げて XL のサイズとか着ると今っぽいっすよね、そういうサイズ感だと。そんなアークアークじゃなくていいね。確かに、なんかあアークなんだみたいな、そうそう、さらっとね着てきたみたいになってる着てきた感じありますよね、なんか帰ってもバレねえかな、バレないし、持ってそうだし、なんかいいね、ちょっといいですね、かっこいいでしょ、あね、達也、あね、同時進行してた、今別のタツボッチ TV が始まってた、始まってた、始まってた、今待って、何これ、レザーのスタジアム、めっちゃかっこよくね、これかっこいい、これはゆうとさん、何なんでしょうか。これは90年代ぐらいのアイテムなんですけど、ヒップホップのカルチャーだったりとか、はい、ビーボーイのカルチャーだったりとかで一気にサイズ感大きくなるんですけど、なんかその頃のオールレザーのスタジャンですね。なんかシンプルでいいっすね。そうですね、この年代になって後ろに刺繍が入っちゃってたり、ワンピンがあったりとか、一切そういうのを削ぎ落とされてて、配色も黒とブラウンだけで統一されてるっていうところがかっこよくなってますね。期待です、ぜひなんかスタジャンが去年すごいトレンドでしたよね。すごいトレンドでしたね。去年のトレンドのスタジャンって、アワードジャケットって言われてるスポーツ観戦で着たりとか、スポーツ選手が着てるようなワッペンがついてるウールボディに袖レザーのスタジャンみたいな、色味も結構カラフルで配色あるようなやつだったんですけど、待ってください、めちゃくちゃかっこいいっすね、これマジでいいんすけど、これ。あ、いいですね。なんかやっぱレザーだと本当こうグッドラグジュアリーっていうか、その配色の切り替えがまた渋いな、うん、袖口からこう、ここ色が合っててね、いいな、これかっけえ。みほつんかっこいいっすか。めっちゃかっこいいっす照れる、あの照れてんな、なんか、ね、視聴者怒られるぞ、怒られる。とね、カーディガン春着たいな。いいね、この辺アクリルカーディガンも並べてる。こういう色とかさ、俺絶対着ないやつなんだけど、綺麗でもなんか彼はずっとカーディガンが似合わない男だって自分で言ってたんで、そうそう、俺なんか体が細いからカーディガンが似合わない、めちゃめちゃ逆にカーディガン似合いそうなイメージあるっすけどね。お、似合ってんの、あれ似合ってんじゃん、似合ってんの。なんかアクリルカーディガンって、はい、アメカジだと定番のアイテムなんですけど、はい、こういう、まあ、パープルやったりとか水色だったりとか、なんかちょっとこう中間色じゃないですけど、発色いい色ってやっぱり人気で数も少ないっていうのがあるんで、俺なんかいつも似合わないって思ってたの、なんかここがなんかいい感じに落ちないんですよ。なんか普通のカーディガンと違って身頃が地続きになってるんで、この部分は見返しで友字の生地使ってやってるんで、カッティングがはっきり出るというか、この辺にこうラインありますよね、この辺にこう、ね、けどなんかそれがないから、なんかノーカラーのね、アウターみたいにこんな感じ、慣れてきたな、慣れてきたいいな、これあ、いいなぁいや、すごい似合ってます。カメラ回るとシーンとしちゃうんだよな、なんでさっきすごい、わかる、すごいね。あ、もうガンガン喋ってっても大丈夫ですか。いや、ガンガン喋って大丈夫ですか。声入ったら噛んのかなと思って。あ、全然もうそっちの方が多分良さが出ます。なるほどね。あ、なるほどスイッチ入った今、ギアがいや、なんかダメなのかなってずっと思ってた。そうだ、うん、ちょっとこれ違う色も着てみたいですね。もちろんです。え、これ全部アクリルなんですか。全部アクリルです。うわ、渋いっす。あ、いい、こっちもいい、かっこいいっすね、色味も渋くて。渋いわ。さっきのパープルもそうなんですけど、アクリルの特性としてなんか発色のいい色出せるんですよ。こういう絶妙な色味出せるのはアクリルとかそういう合成繊維の特徴っすね。ハートコバーンじゃん、これハートコバーンじゃん。綺麗なハートコバーンだね、なんかゆうとさんの方がちょっとハートコバーンっぽい髪の毛、髪の毛ちょっと
ゆうとさんにせっかくだから、なんか一つおすすめ、はい、おすすめ、ね、おすすめが聞きたいですね。業務なんですけど、メルセデスベンツのダウンベストですね。へぇ、古着だとまあこういう企業物がちょくちょく出てくるんですけど、はい、ファッションにちゃんと落とし込んできてもらったらおしゃれやなと思って、いくつか今店内にも置いてあるんですけど、ちょうど暖かくなってきたし、ダウンベストぐらいがいいっすね。ちょうどいいんですよね。やべぇ、今何も見てるんですけど、もう似合ってるよ、もう似合ってる、似合ってる感じがする。ちょっと見てきます。早い、カメラ追いつくな。あ、いいな。あ、いいね。あ、ちょっと丈短いっていうか、こう、そうなんです、後ろ下がりじゃないですけど、後ろ、でも後ろそんなになってるんですね。丈少しラウンドしてますね。前全部締めてます。ベスト自体、今シーズンすごい探してるお客さん多くて、スタンドカラーのジップアップのベストっていうのが締めたら超かっこいいっすね。超かっこいいっすね。僕ダウンベストは絶対襟があった方がいいと思うんですよね。ですよね。絶対 寒くなったら首があったかい方が一番いいかな。後ろのそのね、ディティールが落ちてる感じが。え、後ろ、あ、ここ、そうそうそう、沈黙に入ったかな、うん、そうそう、その前から後ろにかけてる。分かんない、分かんないけど、ケツ取ってるだけ。ここが、うん、こうなって、ここ、ここ落ちてる。あ、そこ後ろ落ちてるな。あ、そうそうそう、ここかな、この感じですね。あれ、今日着てたアウターってどんな感じでしたっけ？コートの中にそういうダウンベスト。ちょっとこのクラフトペーパーと、あ、いいな。そういうこと、そういうこと。かっこいい。かっこいいっすね。普通のダウンもいいけど、ダウンベストの中に着て、さらっとしたアウターを羽織ると、なんか冬でもいけちゃうよね。確かに。ハイネックがいいな。そう、ハイネックいいんだよ、絶対。すごいいいね。あ、かっこいい。格上げしたを。ちょっとソリッドな感じになったね。ソリッドだね。ソリッドって何？なんか初めて聞いた。マジ？うん。尖ってるっていうか、洗練されてるっていうか、なんかソリッドだよね。ソリッドだね。ソリッドですね。だからさ、怒られるよ、本当に。でもずっとカメラ越しでニタニタしてるんだよね、達也が。ちょっとやばいな。今日やばいと思うよ。ふわふわしてるな。荷物の技に。桜咲いてっからさ。あ、ダメ、これいらない。いや、後で見てみるわ。後で冷静にデスク、デスクに座ってどう思うかって。見て見て、ここでカット。当たろう次第でちょっと。そう。やっぱり服だけじゃなくて、うん、靴、小物類も可愛いんで。置いてありますよね。俺結構気になってたなってね、うん、この可愛いグリーンの、それコンバースなんですけど、コンバースなんですか？コンバースです。こっちには入ってない、日本には流通してないコンバースですね。 US コンバースですね。 US のコンバースで、アメリカの方でもシカゴとかニューヨークとかちょっと都会の方じゃないと流通してないやつです。コンバースと ASAP ナストってラッパーがの別注の商品です。 ASAP ナストの別注なんだ。そうなんです。そりゃいけてるわ。モデルのベースはジャック・パーセルなんですけど、ジャック・パーセルのミッドカットで、ヒールスターが通常ついてないんですけど、ついてるっていうのが。US のコンバースは実はあんまり日本で手に入らないんですよ、いろんな。殺されるのがあって。殺されます。あと、空港でバレたら没収されます。履いてみました。かわいい。かわいい。かっこいいね。まあ、イエローと赤もあったんですけど、このグリーンが一番おとちらしいかなと。これたくさんも欲しいんだよな。後ろのかかとが可愛いですね。コンバースの中でもそのかかとに星がついてるやつをヒールスターって言って、それがこのジャックパーセルに採用されてるっていうのも刺さるポイントじゃないかなと。シンプルに可愛いね。やっぱこの辺のラックがね、まだ気になるんだけどさ、なんか一番奥にあったこのパンツ、2003年のパタゴニアのパンツなんですけど、パタゴニアって軍物のラインでマーズっていうのがあるんですけど、はい、そのマーズに採用さ
あのマーズとしてやるために作られたやつなんですけど、コストが高すぎて採用されなかったっていう。で作り込みがやっぱマーズよりもさらに一発上のものになってるんですよね。マーズ好きでマーズばっかり集めてる人もいるような。へえ。見てこれ。かっこいい。かっこいい。かっこいい。なんか足長く見えるんですよ。ここにファスナーでアジャスターになってるんで、ボタン外してファスナー開けたら、まあ、ラインがちょっとフレアっぽくもなるんですよ。本当だ。これめっちゃいいのが、すごい。しゃがんで見てほしいんですけど、はい、すげえキックバックがある素材なんで、めちゃめちゃ履き心地いいんですよね。撥水っていうか、もう撥水レベルじゃないんですけど、霧吹きとか吹きかけたら全部水滴になるぐらい、水弾いてくれるんで、フロントのここのファスナーがダブルジップなんですよ。どっちでもいけるっていう。何その。下からも開けれる。下からも開けれます。じゃあもう今日の気分で、じゃあ今日下からかなみたいな。そう、出し方を選べる。ビジュアルと機能性満点なパンツですね。ここだけブラックなのがいいっすよ、ね、でも結構タイトですね、うん、細身のシルエットですね。それがいいな。今日一興奮したんですけど、鏡。おー、セットアップすごい押してます。個人的にもすごい好きなんですけど、これとかすごい綺麗ですよ。この2つカーキーのダブル、ダブルなんですか。ダブルです。で他に出し並んでるセットアップと違って、ちょっとコンパクトなサイズ感ですね。ボトムもジャケットもパンツめっちゃシルエット綺麗。ここにこうラインがないっていうか、ベルトがないんですよね。もうそのまま地続きになってて、もともとこれレディースのセットアップなんで、なるほどね。作りがレディースの作りにはなってるんですけど、メンズサイズだって。ちょっとこれは着たいぞ。ぜひっす。何着ても似合ってるマジで。何着ても似合うなマジで。聞こえてないでしょうけどね。聞こえてないけどね。本人いないから言えるっすけど ね。出ていいっすか。お願いします。お願いします。やばいぞ。やば。かっこいい。すごいな。どうした？どうしたこれ？こんなに似合うってぐらい似合ってるっすね。うん、いい感じです。なんかメンズにはないシルエット感なんですよ。ちょっと縦長で。ですよね。パンツすごい気に入って、このシルエットが。綺麗ですよねこの感じが。日本アカデミー賞です。本当に。え、似合うな。似合うな、これ。これは全女子が落ちます。参ったな。参った。参った。着てる自分が参ったんだ。自分で参ったぞ、これ。参っちゃう、参っちゃう。かなりイケてんな、これ。達也くん、今回も一番お気に入りの服を着て、締めに。はい、行こうと思うんですけど、何を着てくる、うん、着て登場するかみんな分かると思うけど、分かるけど一応やろっか。ではコーディネートしてきます。いってらっしゃいます。定番ロングコートにやっぱりかなりビビッときたセットアップで、コンバースのスニーカーで外すっていうコーディネートにさせてもらいました。どうでしょうか。お似合いです。かっこいい。ありがとうございます。セットアップをすごい打ち出してたんで、綺麗に崩してくれてるなっていう印象でした。ちょっと私物のコートともすごい相性が良かったんで、かなり気に入りました。良かったです。コンバースをね、合わせても色味がなんか奇跡的ぐらいにあったんで。そうそうそう、あのパタゴニアのパンツマジで、それは全く同じこと思ってたよ俺。あれマジいいっすね。あれかっこいいっすね。普通にいいなって思った、服好きとして、うん、楽
しく古着が見れてよかったです。あ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。サンチャーも来ないけど、アジテーションフリーがあるなら来ちゃうよね。来ちゃうね。週2で来ますそれ違う達也じゃん。それ違う達也。はい、ということで今日は、サンチャーにある古着屋さんのアジテーションフリーさんにお邪魔しました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、みんなであそこでおタバコでも吸いますか。そうだ、はい、とりあえず吸いましょう。お願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。おっす。今日のご飯屋さん着きました。フランス料理みたいな名前の中華ルマン。しかも喫茶店っぽさもあるから。達也おすすめです。あいつ達也おすすめの店うまいの。ここ行ってみっか。行こう。僕はね、この豚肉あんかけご飯いいじゃん。750円。安い。安いっすね。安いの。え、渡るそれ何？スペアリブのスーパーで。何それ。おい。うわ、大きい。きれい。うわ、いい色だぜ。こういうマーボーの色ね。うん。結構あっさりめな色の。うまいわそれは。うわ来た。来ました。私のルーローハンでございます。これは美味しそうですね。いただきます。シェイ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 。いやーお疲れ。お疲れ様。今日もいい古着いっぱい見たな。最高だったね。やっぱサンチャいいな。サンチャ俺住みてえもん。マジ？あんな今住んでる綺麗なお家住めんよ多分。高くて、あのアジテーションフリーぐらいの内装で65,000円ぐらいないかなあはアジテーションフリー、なんならアジテーションフリーに住む？でバイトしようかな。あ、住み込みかあそこで。あそこで。今日も楽しかった？いや今日も楽しかった。それならよかった。巡りって楽しいね、一点物で。ね、出会いだしね。出会い。たっちゃんも今日出会ったもんね。そう、ゆうとさん含め、腰痛含め、あと新しいメンバーのタッツー含め、みんないいやつ。あたろうが一番いいやつ。あたろうが一番いいやつ。じゃあそんなわけで今日も最後の一言もらおうかな。オッケー。今日の最後の一言、味で。